キャサリン・レックは、イギリス出身の女性レーシングドライバー。トヨタ・アトランティックシリーズに参戦する前、彼女はイギリスでの買いカテゴリーのオープンホイールに参戦していたが、その中には、フォーミュラ3、フォーミュラルの、フォーミュラフォードなどが含まれる。2000年に彼女は、ゼテックレイスで、ポールポジションを獲得した初の女性ドライバーとなった。2001年には、キミライコネンの記録を破って、 2005年には、レーサーマガジン誌の年間最優望ロードレーサーを獲得した。同賞は2002年以来、AJ アルメンディンガーが毎年受賞していた。同賞を受賞した主なドライバーとしては、キミライコネン、ジェンソン・バトン、クリスチアーノ・ダマッタ、アレックス・バロン、ジャンカルロ・フィジケラ、グレッグムーア、ジルド・フェランがいる。2005年11月、 レックは2002年のサラフィッシャー以来のフォーミュラ1をテストした女性ドライバーとなった。ローマ近郊のバレルンガでミナルディが行った最終テスト3日間のうちの2日目と3日目に参加し、初めてコースに出て2周目にクラッシュした。テストは翌日に延期が決められ、彼女は27周し、ベストラップは1分21秒176であった。彼女はまた、 A1 グランプリ用マシンをテストした初の女性ドライバーであり、2005年12月9日から11日にかけて A1 チームイギリスと共に行った。2005年、レックはアトランティックチャンピオンシップにポールスター、モーターレーシングより参戦した。開幕戦のロングビーチで勝利を収め、同シリーズで勝利を収めた初の女性ドライバーであった。エドモントンで2勝目。 三のゼで三勝目を収め、5度の表彰台を得て、ランキング3位でシーズンを終えた。彼女はまたトヨタアトランティック BBS、ライジングスター2005を受賞した。2005年から2006年にかけてのオフシーズンに、レックはロケットスポーツレーシングで1回、PKV レーシングで2回、チャンプカーのテストを行った。2006年2月に、PKV レーシングが彼女を2006年シーズンに、 起用することを発表した。彼女は6月のミルウォーキーで12週にわたってトップを走行し、チャンプカー史上初めてラップリードした女性ドライバーとなった。ロードアメリカでは激しい事故に遭遇し、車はリアから激しく損傷したものの、彼女は無傷で難を逃れた。2007年にはデールコインレーシングに移籍し、6位を2度記録した。 結果的にこれが彼女の最高位となった。ホッケンハイムリンクで2009年2008年、レックはドイツツーリングカー選手権に戦いの場を移し、コリン・コレスのフューチャーコム TM アウディチームに加わった。2009年はアプトスポーツラインに移籍。同チームは2008年のチャンピオンチームであったが、2009年は同チームの5人のドライバーのうち、 唯一前年型のマシーンを使用することとなった。2012年1月に、レックはドラゴンレーシングと契約、インディカーシリーズに参戦することになった。チームメイトはフランス人のセバスチャン・ボーデ。彼女はスポンサーのトゥルーカーのウィメン・インペワードキャンペーンの一環として2年間の契約を結んだ。この年は当初搭載したロータスエンジンが著しく競争力に欠けていたため、 チームはシーズン中にシボレーエンジンへのスイッチを決定。しかし、チームオーナーの j ペンスキーはエンジンを1台分しか調達できず、チームはインディアナポリス以降のレースに1台体制で臨まざるを得なくなった。チームは2012年の残りレースのうち、ロードストリートコースはボーデを起用し、レックはオーバルコースのみのエントリーとなった。2014年よりフォーミュラ E において、 アムリンアグリフォーミュラ E チームより参戦。レックは元 DTM ドライバーのペーター・テルティングと婚約した。アトランティックチャンピオンシップ。編集表彰台。2位または3位トップ10。4位から10位まで。チャンプカー。編集表彰台。2位または3位トップ10。4位から10位まで。インディカー。編集現在進行中表彰台。2位または3位。トップ10。4位から10位まで。 ありがとうございます。